皆様、こんにちは。本日は京都芸術大学通信教育部イラストレーションコースのオンライン入学説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます、春尾と申します。私もですね、これまで約20年間ほどフリーランスとかイラストレ、会社員としてイラストレーターをやってきておりました。で、会社員時代にはですね、ちょっと現場を離れたようなディレクションとかマネジメントも経験させていただいております。現在は京都芸術大学のイラストレーションコースの専任教員をやらせていただきつつ、ピクシブに所属している会社員でもあります。あとはプライベートとしては2児の母親という感じになっております。あとはですね、本日はサポートとして大塚先生にも来ていただいておりますので、ご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは、こんにちは。こんばんはの時間までね、ちょっと長いんですけれども、今日お付き合いいただきますと幸いでございます。サポート役として入らせていただいている大塚と申します。私の方は、芸術大学の方、出身でして、その後、広告代理店の方に8年ほど勤めていて、ずっと広告畑でやっていきました。ちょっとご縁あってですね、今、京都芸術大学の、イラストレーションコースの方で、絵が描けるし、広告がわかるというところで、広告漫画、なんていうところを、企業さんにお手伝いをさせていただいていたりします。現在、ピクシブにも所属しておりまして、マネージメントとか、プロモーションとかをやっておるというような立場でございます。はい、ということで、まずは京都芸術大学通信教育部についてお話しさせていただきます。はい、繰り返しになりますが、本日のイベントはですね、京都芸術大学通信教育部イラストレーションコースのオンライン入学説明会となっております。本学は18歳から上は90歳代まで約1万5000人以上が学ぶ日本最大の総合芸術大学であり、日本で初めての4年制の通信制芸術大学でもあります。また、オンライン学習というのも充実しておりまして、延べ1000名以上の教員による丁寧な添削というのも大きな特徴の一つとなっております。また、イラストレーションコースは通信制大学かつ完全オンライン学習で、プロ講師からイラストを学べるコースとして、日本国内では唯一のコースとなっております。はい、で、本日のワークショップではですね、こちらの音楽の学びのサイクルというのを体験していただける構成となっております。はい、この学びのサイクルっていうのは、本コースが取り入れている学習方法ということですね。こちらの図のようにですね、プロのクリエイターの動画教材でインプットとして情報や知識を取り込んだ上で、アウトプットとして取り込んだ知識を生かして課題制作を行っていただきます。その後にですね、個別添削や全体公表という形でフィードバックをもらう、より良い点や評価いただきアドバイスをもらうというサイクルでこう学びを繰り返していきます。イラストの上達には学びのサイクルをぐる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 回し続けることが重要だなというふうに考えております。はい、ということで、本日のワークショップもですね、レクチャー、ワーク、個別公表という形で構成されておりまして、それぞれがインプット、アウトプット、フィードバックにあたる形になっております。特にこのオレンジのフィードバックっていうところがイラスト上達につながる本当に大事なポイントとなっております。本日のアメリカ先生、佐藤福朗先生、それぞれからのフィードバック、個別公表は成長する絶好の機会となりますので、書いて楽しむよっていう方はもうぜひぜひ積極的に個別公表の方ご参加いただければと思います。もちろん他の方の公表を見るだけでも、どんなふうに、どんなことを言われてるのかなっていうふうなのを見るだけでも非常に勉強になるかなと思いますので、そのあたりもぜひ皆さんの今後の創作活動にも活かしていっていただきたいなと思っております。ということで、ここからはアメリカ先生にバトンタッチしてやっていければと思いますので、アメリカ先生、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしよくおろ願いししくお願いします。ます。はい。イラストレーターのアメリカです。今日は、形のお話をしたいと思います。でですね、まずは最初に簡単な自己紹介からなんですが、大学の方ではデフォルメ表現という、授業を担当しております。はい。でですね、普段は、どんな仕事をしているのかというと、ゲームであったり、海外のアニメーションですね。あとは、グッズとか、そういったところの
をメインに活動しております。で、著書が、まあ、一つありまして、技術書なんですけど、主線なしイラストの書き方という、はい、本がありますので、もし本屋さんで見かけたり Amazon で見たらよろしくお願いしますと。ぜひぜひ買ってみてください。はい、じゃあ本日の流れなんですけど、形の基本、形を使うコツで、3つ目がワークショップで、本日のお題のキャラクターの顔を描こうという流れになっております。はい、まずは形の基本から始めていきましょう。で、いきなりなんですが、心理テストから始めていきたいんですが、これ知ってる人もいるかもしれないんですけど、やりますね。これ、はい、2つの形がありますと。で、どっちがブーバで、どっちがキキに見えますかっていう質問ですね。はい、これ実はブーバキキ効果っていう、心理学者さんがですね、ドイツのこの実験を行って、提唱した、効果なんですけど、その実験の際はですね、不思議なことに98%の人が左の尖った方を「キキ」と答えて、この右側のちょっとこうくねくねしたやつを「ブーバ」って答えたという、結果が出たというので、そういう効果があるよっていう話なんですけど、これ何が言いたかったかっていうと、名前ですね。この名前と、名前って音ですね。音とこの印象っていうのがリンクつながっていて、それでこう印象を受け取っていると、判断しているという、話なんですけど、はい。ここでちょっともう一つ、でもなんですけど、なんか強そうな名前の、濁点とか、がとか、びとか、やっぱそういうの入ってるとこう強く感じて、逆に、かわいい、名前何って聞いたら、多分プリンとか、なんか多分そういう言葉が出てくるのかなというところで、言葉って結局、音の組み合わせですよね。音っていう単位を組み合わせていくと、それが最終的に印象となって受け取れると。これだから絵で言うと、形っていう単位があって、この小さい形っていう単位が、そこから印象を受け取ることになると、はい、いう話をですね、今日はしたいなと思っています。もちろんね、色とか構図とかそういうのもね、また印象に関わってくるところであるんですけど、というわけで、言いたいことっていうのは、形というのが印象を決める材料になっているよねということです。はい。形の基本なんですが、まずはちょっと簡単に種類から、学んでいきたいなと思ってまして、一番、形って言ったら何を思い浮かべます？ここに 出しちゃってるんで あれですけど、やっぱり、形って言ったら丸とか四角、三角とかですよね。なんか、一般的には。で、これ、幾何学図形みたいな感じで、本当になんかこう、人工的な形というか、になってますと。で、他の、これに当てはまらない形で言うと、形の種類で言うと、オーガニックな形ですね。はい。オーガニックな形、何がありますかね、身近なところで。ね、例えば、葉っぱとかですかね、葉っぱ、木の幹とかね。雲、空に浮かんでる雲とか、はい。そういったものがありますね。はい。で、自然なものに多いですね。
で、まあ、自然の中にもね、なんかこう蜂の巣みたいな、ハニカムみたいな、あのちょっと幾何学っぽいものも、まあ、ありますけど、雪の結晶とかね。で、もう一個、まあ、もう一個あるかなというところで、まあ、その象徴的な形、シンボル的な形というところで、これはもうなんか雅楽図形の延長になってくるのかなと思うんですけど、星とか、そうですね、まあなんかこう、あの、なんだっけ、陰陽師みたいな、陰陽師っていうか、なんか陰と陽みたいな、ああいうのとかね、まあ、そういうところも、まあ、形の種類に入ってくるのかなと思ってますと。で、はい、ここでもう一回質問なんですけど、皆さんに。形に必要なものって何ですか、ね、はい、まあ、これ別にそんな、なんか、なぞなぞみたいな、あれなんで、あれですけど。どうですか、アルオさん、わかります？ちょっとわかんないです。形に必要なもの。形に必要な、角。そんな、なんだろう。抽象的な質問。難しい。はい、あ、皆さんが答えられてますね。うんうんうん、はい、あ、正解が出ました。はい。輪郭ですね。まあ、線とかね、面もそうですね。はい。皆さん、すごいですね。はい、いますね、線とか輪郭って言われてる。はい。必要なものっていうのは、まあ、輪郭ということで、まあ、人間がこう何か見て、ね、まあ、今、周りを、ね、見てください。パソコン以外でもいいんですけど、まあ、そうすると、こう物の境界線を認識して初めて形って認識できますよね、はい、例えば雪が降ってもう真っ白になったらあんま分かんないじゃないですか、形が。なんか地面ね、これまあ大雪降りましたけど、まあ、そんな感じでその形っていうのは境界線が 見えて初めてこう認識ができるというわけなんですけど、まあね、そこパターンはあって、まあ、今皆さんがこのチャット欄に書いてくれたように、まあ、線で輪郭をつけた形とか、面で、色面ですね、色とか、まあ、明度とかで明るさで、区切りを境界をしたもの、あとはね、点とかもね、まあ、ありうる、あの話なんですよね。例えばあの星座って、まあ、なんか形に見えるじゃないですか夏の大三角形とか、確かに、まあ、今だとオリオン座とかですからね、はい、まあこれはちょっと別におさらいというか、ちょっと一旦認識をあの深掘っているというところなんで、あんまり大事ではないですけど、はい。で、今日はこの、まあ、基本の図形、3つの図形を見ながら印象について考えていきたいなと思っています。これ本当に、うん、すごくシンプルというか、なんか初歩的、本当に基本的な話で、結構、まあ、いろんなキャラクターデザインをどうやって描くかとか、そういった話をされる、ね、クリエイターさんとかがもうみんなこう言っている話なんですけど、まあ、ね、ちょっといきますね、はい、まず丸ですね。丸は、まあ、柔らかい印象であったり優しい印象ですね。あとはこう、まあ、丸ということで形が安定しているとか調和している、うん、あとはこう親しみやすい感じ、フレンドリーな、雰囲気を出してくれるっていうのが丸、円ですね。はい、で、それに対して、まあ、四角っていうのは、まあ、硬い石みたいな感じですかね。硬そうとか、逆に硬いから安定感がありそうとかね。あとはまあそこからこう来るイメージとしては、こう信頼
信頼できる、動かないってことですかね。真面目とか、はい、だったらちょっとこう緊張感っていうのもね、近くで出すことができるので、まあ、ちょっと真面目な、まあ真面目な感じですかね、うん、はい。で、次三角ですね。三角はね、こう注意とか危険みたいなのが一番イメージしやすいかなというところで、まあ、トゲトゲしてるとやっぱりこうね、痛そうとかね、そういうところから連想してまして、はい。であとはその三角形ってこうエネルギーの象徴でもあって、まあ、こう動きを示すものなので、なんかどっちかにこう動いていきそうな感じで、こうエネルギーとかアクティブな印象ですね。まあ、それからあとはまあ丸、四角と比べるとこうスマートな印象ですね。洗練されていたり、こう、まあ、スピード感があるとか、まあ、そういったキャラクターにも使われる形になっていますと。はい。まあ、ここまでが形の、まあ、簡単なところで、ポイントで、ここからはですね、あの、まあ、形を、が大事、形を見ましょうって言っても、あの、形を見るポイントがあるのかなと思ったんで、ちょっと今日はそれを紹介したいなと思います。3つあります。はい。で、1つ目が、まあ、この、今、キャラクターね、こう、用意してきたキャラクターを全部きれいに塗りつぶしたんですけど、こうするとなんかこうシルエットが見えますよね、形、キャラクターの形、うん、で、このこれがまあシルエットと呼ぶのかなと僕はこう認識していますと。で、もう一つはあの全体の形ですね。で、これはまあシルエットよりもこうざっくりと見た時の大まかな形で、まあ、今これかなり単純なキャラクターで、まあ、顔だけ切り抜いてるし、なんかまあ分かりやすいと思うんですけど、例えばこれがもっと複雑な形のになっていった時、実際のイラストレーションとか、まあ、どっかで見ているものとかが、とても複雑な形をしている。例えば 木とか、花畑で花見てるときとか、なんか花とかってもなんか分かりにくいじゃないですか、いっぱい花があった場合、うん、でその時にあのざっくり全体の形をこう認識するっていうのが、まあ、この全体の形というところで、で、まあ、あとはパーツの形ですね。もっともう一段階中に入っていって、そのものの中の形とか、まあ、ものじゃなくてもいいんですけど、全体の形で捉えた中のさらに小さい形っていうのが、まあ、あるかなと。なので、まあ、一口に形というふうに言っても、見方っていうのが、まあ、ありますと。で、どういうふうにその形を見るのかっていうので、まあ、少し、アプローチが変わってきますと。なので、まあ、今日覚えていってほしいのは、その形の、まあ、形って言ってもいろんなこう解像度で見るんだなとか、まあそういう感じで覚えてもらえるといいかなと思います。はい、これが、形の基本でした。で、次、形を使うコツね、実際に使うときのコツなんですが、形を、うまく扱うコツというのは、組み合わせをですね、組み合わせて遊ぶっていうところですね。はい、じゃあ何を組み合わせるかっていうと、形の種類、形の大きさ、あとは配置ですね。配置をいろいろ変えるということです。この3つが、まあ、ポイントかなと思っております。はい、これ一つ目、サンプルです。で、これ組み合わせで遊んでみた、見てるんですよね。はい。ちょっと右側がこう、
全体の形とかパーツの形をこう示したものなんですけど、まあ、種類か、四角丸、これちょっと指さした方が、ね、四角、四角があったり、丸がありますよね、はい、三角もありますけど、はい、こんな風にまあいろいろ形がありつつ、あとはまあ大きさも違いますし、配置も、まあなるべく平均的にならないように、そういう遊びをすることで、なんていうんですかね、こうバランスが面白くなるんですね、はい、逆にだから平均的にしすぎるとちょっとこう物足りなくなるということですね。はい、これ他のサンプルですね。これもまあ同じように、まあ違う形とか、大きさ、あと配置ですね、そういったところをこだわってまあ書いてみました。全体の形は丸とか三角なんですけど、パーツのところでちょっと遊ぶっていうような形になってますと。はいはい、というわけで、まあ、ポイントはですね、シルエット全体の形、パーツの形、この3つの、視点っていうのを変えながら、まあ、特にですね、パーツの形とかをこう組み合わせながら、あとは全体の形を意識して、で、最終的には、まあ、シルエットをこうどう整えるかみたいなところで、キャラクターの顔をですね、今日は。モチーフに書いていきたいんですが、まあこれですね、実は背景でも使える考え方となってまして、まあ、今日はキャラクターメインなんで、もうここ軽く1スライドしかないんですけど、まあ背景もですね、よく観察してみるとたくさん形が隠れてます、はい、建物の形、地面の形、空、ね、雲、あとは影ですね、はい、いろんなところでですね、実は形というものがこの二次元、平面のこの画面の中に、まあ、現れてくるわけですよね。三次元的な空間なんだけど二次元的な形として見えてくるみたいなところで、はい、そんな風にこう見ていくと、とてもですね、やっぱ形、一つ一つの形っていうのが、イラスト全体の印象を、こう、支えているというか、変えているっていう、影響を与えているというのが、まあ、こう、なんとなく分かってくるかなと思いますと。まあ、今日はですね、これが、まあ、伝えたいことすべてになってますと。この後はちょっとワークショップに。結構ワークショップ長いですね、今日時間が。はい、やっていきましょうか。はい。まあ、意識的にですね、形というものをですね、ちょっと考えてみていってください、今後も。はい。では、ワークショップに移ってまいります。本日のお題はですね、キャラクターデザイン。まあ、一つの形を用意したので、その形から、顔を描いてみましょうということで、まあ、これなんで2つにしたかというと、まあ1つだとあんま練習にならないなと思って、ちょっとこれ以上はもう別にもうコピペして何回もチャレンジしてもらえばいいんで、 とにかく最低限のミニマムで、まあ、2体は描いてもらいたいなと思っています。で、キャラクターの設定は今回用意していないので、各自、まあ、自由に好きなキャラクターを描いてください。まあ、ルール一つだけありまして、左と右で違う印象のキャラクターを描いてくださいということですね。それだけです。はい。で、まあなんかもう何でもいいです。例えばもうさっき出てきたブーバとキキにしてもいいし、左がブーバで右がキキっていう設定で書いてもいいし、
まあ、左が子供、右が年配のキャラとか、左が動物、右がロボットとか、まあ、ちょっとこう対照的なというか、ですね、まあ、こう対比が効いている設定を自分で用意してあげると、まあ、より練習しやすいかなと思います。はい。でちょっとサンプルですね、はい、さっき実はさっきお見せしたものがですね一つの形からできてまして気づいた人もいるかもしれないんですけど、はい、気づかなかったです。これがですね気づかなかった。気づかなかったです。やった、はい、これ実は、まあ、これ試しにやってみたやつで言ってもあれです。そう大事なことを言い忘れてたけど、例えばこの例で見たときに一番右の三角のなんか帽子かぶってる子とかは結構なんか帽子とか髪の毛飛び出してますよね。はい、まあ博士も飛び出してるんだけど、まあ飛び出していいです。なんかとあんまりこうなんだろうこの最初の形に全部収めなくてもよくて、まあそれをこうベースに、うん、なんかこう基準として考えてもらったら、まあ、そこからこう多少こうなんかはみ出す分には特にそんなに今回はいいかなと思っています。はいね。でまあこの今ちょっと絵変わりましたけど、まあ、ポイントはですねやっぱさっき言った形の種類と今一瞬忘れた種類と大きさと配置ですね、はい、なんでこれほら配置が今違いますよね。配置も違うしまあちょっと目の位置ですね。目の位置とか鼻の大きさとか顔全体をどこに、真ん中にするかみたいなパーチがあったり、これが一番取り組みやすいかもしれないですね最初に、はい、でなんか例えば真ん中のこの女の子みたいなキャラクターだとこのままだとねちょっと頭めっちゃでかくなりすぎるので、まあ、髪型とか帽子で、まあ、ごまかしてみたりとかまあいろいろ自由に楽しんでもらえたらいいかなと思っています。はい、というわけでちょっと僕もやりますか。はい、あれこれあ、ま、そうだちょっと画面変えますね。画面を切り替えます。はい、ぜひ作業画面をお見せいただけると。これをこうして、あ、見えてます。音楽流れてます、まあ、流れてます。大丈夫です。はい、よし、皆さんもぜひぜひ先生と一緒に手を動かしてみてください。書きましょう。よし、何かこうなんか設定、なんか設定ないですか？設定、春。もう春？あ、OK、春ですね。角度変えてもいいかなっていうのが来てますね。あ、角度変えてもいいですよ。あれですよね。向きですよね。じゃ向きを1個変えよう。真横。こっち向き。斜めとこの方がいいかな。どうしよう、反対向きにしようか。あ、皆さんはあれですね、全然好きなテーマでやってもらって大丈夫ですよね。はい、春ですもんね、もうすぐ。そうですね、春。なんだろう、今日初めて桜を見ました、今年。あ、桜、漢字が間違ってる気がする。恥ずかしいな。
桜、花、なんだろう、春ですよね。あとは花粉とかだから花粉症とかね、ちょっと鼻水みたいな鼻水みたいなね花粉症いいですね。なんか目が辛いっていう方もいらっしゃる。春以外のものもあります。春以外の要素、なんか春です。全然じゃないやつ、全然違うやつがいいんですけど、アイビスペイントで描いてもいいですかっていう方もいらっしゃいますが、ツールは何でも大丈夫ですよね。はい、自由です。僕はピンタピン、あれなんだっけ、これ名前忘れちゃった。ロクリキエイトとかですかね。それです、それです。ってことは今 iPad で作業されてるんですか。はい、 iPad です。普段も iPad なんですか、板タブペンタブとかじゃなくて。板も使えます。ラフは iPad で書きます。ちょっとそうだ、1個重要なことを伝え忘れてたんですけど、慣れてない方は、平面的に書いちゃって大丈夫です。平面的って、どういうことかというと、もう、まあ、簡単に言うと、なんだろう、もうこの前向きみたいな感じで書いちゃっていいです。例えばね、こんな感じとかで、ちょっと、いや、ちょっともうちょっと僕書けます、私書けますみたいなちょっとだけ自信ある方は斜めに、さっきのキャラとちょっと斜めにしたような感じで書いてみてください。はい、まあ、これ何でかっていうと、その、まあ、スタイルにもよるんですけど、短時間でなんか良さげに見えるのってちょっと立体感あった方がよくて、まあ、影があるからっていうのもある、影がつけやすいからっていうのもあるんですけどなんでちょっと、まあ、どっちでもいいんですけど、こう、まあ、イメージとしてはだからこの形をこういうちょっと横からみたいなボックスで捉えて違う影にするみたいな感じですね。はい、そうやって描いてもいいし、まあ、真正面に描いてもいいです。はい、で、なんか、あれですね、カートゥーン的な、なんか海外のカートゥーンみたいなのあるじゃないですか。ああいうのがね、多分好きな人とか、そういう映画描きたいみたいな人は、本当に平面的になると思うんですよね。なんか、さっきからおじさんキャラばっか描いてる。鼻水はまあどうでもいいんですけど。まあ、今口ここに今書いたけど、例えばなんか 2D 的な絵が好きな人って多分こっち側に描くんですよ。こっち側でシルエット作っちゃうんですよね。だからこれ形の話にもつながるんですけど、なんていうんですかね、形シルエットが変わりますよね。で、2D の、まあ、カートゥーンって、あれなんですね。結構、こう画面ちっちゃいかな。見えます？もっと大きくして書こうかな。一旦消します、これ。画面がこうあって、大丈夫ですか？見えてます？バッチリです。
めっちゃ講義が面白いから聞き入っちゃいますね。画面があったとして、このキャラ使おうか。面白いな、このキャラ。なんか、こういう、こっちにもなんか誰かいたらこうやって喋るじゃないですか。わかります、わかります。あの横向きなんですよ。横向きというか、なんというか、うん、なんか劇のセットみたいな感じで喋ってるんで、これこの見せ方の最大化をするならやっぱりこういう風にシルエット取っていった方が、あの形が変わるじゃないですか。キャラクターの形が変わるし、口の動きも分かりやすいしみたいになっていくんですよね。でもで自分が描きたいのは、まあ、こんなちょっとこういう感じじゃなくて、漫画もうちょっとカートゥーンじゃなくても、まあ、漫画っぽい感じなんだよとか、アニメっぽい、もうちょっとリアルな感じがいいんだよってなったら、やっぱりこっち側で、こっち側に口あった方がいいし、なんならやっぱこうちょっと耳もっと上がいい。今のですよね。これ真ん中ですよね。面白くないです。なるべくこう、なんだっけ、目がこうあるところの近くに耳があった方が、まあ、気持ちいいですよね。これはあれなのかな、解剖学的にそうなのかな、分かんない。一応そうですね、目のそのそうですよ、ね、目尻の直線上にあるというか、はい、耳の始まりがあると解剖学的には気持ちがいいですね。なんか気持ち悪いの、左のは。まあでも言わんとしてることは分かると思うんですけど、こういうなんかキャラ越しの、キャラ越しのショットとかになった時に、肩の後ろから撮ってるみたいな感じですよね。はいはい、なんかこういう見せ方が今度はできるようになってきたり、まあさっきのでも多分できるんですけどね、やろうと思えば、はい、まあそういったところで、まあ変わってきますというようなところで、まあ戻りますか。はい、じゃあ今日めっちゃ時間ありますもん。ゆっくりあの、はい、書いていただいて、うん、全然春っぽいキャラが描けてないですけど、なんかチャット欄に、チャット欄見てないな、みんながいいネタをくれてないかな。みんなでも描いてますよね、今。そうです ね、一緒に描いてくれてそう。佐藤ふくろう先生とか描いたっておっしゃってますね。なんか早い、ふくろう先生早そうだな。なんか あのもし思いつかない人いたらおじさん描いてください。なんかおじさんってひげもあるし、いろんな顔にできるんで、なんか子供とか美少女とかにしちゃうと、変化値が少ないというか、海賊加工、ね、でもほら、こうやって遊べるんですよね。こんぐらいにしようみたいな。こんぐらいの鼻、でかっ鼻なのか、ちっちゃいのかみたいな。ちっちゃくてしかもめっちゃ、なんか海外のキャラクターって結構、キャラデザ、形すごい、なんだろう、大事にしてる
ので、こういう仕事をしたい人は形を英語でシェイプランゲージとか言うんですけど、ランゲージってこと、言語ですね、言葉と同じぐらいの一緒だよっていう。確かにさっき鼻うにょうにょ変形で動かしてただけでもだいぶ印象違いましたね。そうだから、なんか書きながらどうしようって悩んだときは、なんか変形とかで、例えばね、この鼻が気に入らないなってなったら一回こうやっちゃうとかね、途中で変えても全然いい。でこうなってくると、じゃあ口でかいのかっていうと、口はなんかここら辺にあるのか、なんかここら辺にあるのかとかね、なんかここら辺にあるのかとかね、なんか位置が変わるだけでこういう性格してそうだなみたいな印象とかが変わってきますね。そう、なんかそうなんですよね。やっぱり見た目で判断しちゃダメとか今言いますけど、やっぱまあ絵はね、ちょっと見た目をこうで印象を作っていかなきゃいけないんで、書けばよかったって言ってる方がいらっしゃいますが、まだ、ね、まだ楽しいですよ。まだ全然時間あるんで、うん、大丈夫だと思います。多分50分くらいまで書く時間にしていただけると、はい、好評で10分、はい、QA で10分ずつぐらい取れるかなと思います。あとはなんだろうな、例えばキャラデザする時のポイントはいろいろあるけど、じゃあこのおじさん怒ると怖い、怒ると怖いみたいな人だから、このひげを、あ、なんか普段なんかずっと怖いみたいな人じゃなくて、普段はなんかまだ表さないけど頑固そうだけど、怒るとこう怖いっていうのを表現するのに、例えばちょっとさ、例えばや山っぽくして、山っぽく見えるかな、富士山っぽいですね、傘みたいなね、ボルケーノみたいになってて、理由はこの辺の髪型もさ、ちょっと色変わってるんですよ、ね、で、まあ、こんなおじさんがいて、マジ怒った時は、でも鼻から鼻に行っちゃうなまあいいや、髪の毛はこうなんかシューみたいな、シューってなって鼻に行っちゃうねどうなるんだろう、鼻に、鼻からも出てくるのか思った、逆に。みたいなとかね、例えば。白い、答えはないですよね答えはないけど、なんか考えるときのネタとしては、まあ、資格の取り入れ方が難しいですっていう声が来てますね。資格、まあ資格、顔であんま、まあそうですね、資格ってこれ真面目なね、キリッとした感じ
こういう話にしようかな。真面目で、ちょっと違う。場所変えてみよう。上が好きすぎて上ばっかり描いてると。なんだろう。でもさっきのあのね、おじさんも、さっきのというか、サンプルで見せてたおじさん結構四角多いですね。またでもね、四角ばっかりにしちゃうとね、こうまた面白くなくなってくるんですよ。これが。なんで、バランスがね、気が弱そうなおじさんにしようかな。もう、おじさん祭り。おじさん祭り。おじさん祭りになってるな。こっち向き。向き変えてみよう。あ、いいかも。あ、いいかも。お、こういう、こういう感じでいこう。どうですか今日のこのワークショップはそんなに難しくないかな。前回フルーツは難しかった気がして。すごい皆さん悩みつつも楽しみながら書かれてそうな気配を感じます。本当ですか。体描いた方がいいですかっておっしゃってる方がいますね。いや、体は今日は大丈夫です。なんか帽子かぶってんのかな、なんだろう。あ、髪型。まあ、こうだな。あ、じゃあいいや。ちょっと変えます。鼻を変えますか。でも鼻変えたら四角じゃなくなっちゃう。入れどうしようかな。なんか質問とかって来てます？後で答えるんでしたっけ？あ、そうですね、今のところあの書いてるワークっぽい質問はつどつど拾わせて聞かせてもらってる感じですね。まずは真似させてもらいますっていう方とかいらっしゃいますね。アイディアお借りします。なるほど、はい。さっきね、だから火山とかで言ったけど、例えばこれマットじゃ、マットサイエンティストにしようかな。この人マットサイエンティストで、今なんでマットサイエンティストかなって思ったかというと、頭でかいじゃないですか。頭でかいっていうか、頭の方がでかいから頭良さそうだなって思った、この人。でも温厚そうな眉毛ね、眉毛してますよ。でもまたさっきと一緒で、なんかもうなんだろう、よく爆発してるとして、この人が爆発を起こすキャラだから、なんかどういうことね。これは正解じゃないですよ。保険をこうなんか爆発してるみたいな、爆発をテーマに髪型に生かすとかね。
なんでこういうなんか上ちょっと髪の毛がないみたいなのが汗っぽいのかな。これは勝手なイメージなのかもしれない。いや、ちょっとこう今。いやでも耳ちっちゃくしたいな。あんま聞く耳持ってないの。聞いてくんないかなって、ちょっと実は終わるみたいな三角形をちょっと忍ばせておくと、最初は悪いやつない、まあ悪そうですけどね、十分なんかそういうのもあるんですよね。あの子供向けとかの、子供向けっていうとあれか、なんかまあ分かりやすいキャラクターデザインするなら直球で、その印象を、例えば怖い、この人は怖いキャラですとかって、ちょっと悪役ですとかの形に持っていくんだけど、話の流れで変わるやつあるじゃないですか。最初は味方だと思ったのに、これ敵だったのかみたいな。そういう時とかは隠さなきゃいけないから、隠すんだけどなんかちょっと匂わすみたいなので、うん。だから丸を使ってるんだけど、敵キャラとかね。そういうのありますよね。あとその新鮮に見えるみたいな。一周回って。今までトゲトゲしてた敵だったのに、なんかもう最終形態めっちゃ丸いみたいな、怖みたいな感じ。はい、できましたね。なんかこれそうですね。博士考えるの楽しいな。ちょっと人じゃないの書きますか。そっか、人じゃないっていうのもありなんですね。人が書きやすいんですけどね。じゃあドラゴン書きますか。ドラゴン書こう。どうしよう。もうあの、何でもいいというか、結局今ね、こうキャラドラゴンじゃ描こうってなったら、あの目とパーツですよね、この鼻と口みたいな、あとまあ多分角とかこれとか。もうできましたけど。もうかわいい。できたね。この、これをどこに置くかでも全然変わるんですよね。ああ、ほんとですね。うん。すごい。ああ、すごい。強そう、弱そうとかもすごい変わりますね、印象。そう。これが、面白い。面白いですよね。あとはこの今ほら全体の形で言ってたけど、ここであのパーツの形がまた出てきて、ちょっとこう牙がね出てるとか、と変だな、あの形が。今、例えばこの目の描き方も、これ今 2D っぽく上に乗ってる感じだけど、全然こうもっと 3D っぽく、
立体的に、書いてもいいです。どっちでもいいです。このドラゴンさん終わったあたりで好評に入っていただくと良さそうなペースだと思います。経過時間ってどのぐらいですか？あ、ぼちぼち好評に入っていただくとちょうどいいペースぐらいだと思います。ちょうどいいペース、はい。意外とあっという間でしたね。入ってるとあっという間ですね。あっという間ですね。見てくださってる皆さん、書いてくださってる皆さんもそろそろX に上げる準備とかをしていただけると良いかなと思います。はい、アナログ画の方も写真スマホとかで撮って X に上げていただければ大丈夫かなと思います。全然違うんできましたね、さっきのおじさんから。これも横にしてみて見えてくる感じですよね、印象が。あ、X の上げる際のハッシュタグは、はい、京都芸術大学イラストになりますか。聞きますね。はい、京都芸術大学イラストになります。よし。じゃあ、ツイッターですか。はい。ツイッターに飛びますか。お願いします。皆さん、あげてくださってますね。ありがとうございます。これあれだよ、佐藤先生。佐藤先生が参加してくださってますね。ありがとうございます。顔まで、体まで描いてくれてますね。そう、でもほら、ね、やっぱ全然違う男女、まあ、ね、男女なんかわかんないけど、変わりますよね。変わるんだけど、実は同じこうベースの、シェイプ、形が入っているというね。あ、いいですね。面白い。まあ、帽子を使ってね。おじさんと。はい。これ今やっぱ、この、ここに書けないのか、その、丸、左の絵は、丸の中にこう、目をね、あえて三角にしたり、髪の毛三角にすることで、こう、バランスをですね、取ってますね。いいですね。このやっぱバランスの話、あんましなかったんですけど、結構大事だなと思ってて、なんか人って同じ味ずっと飽きると思うんですよ。
ポテトチップスずっと食べてたら飽きる、いや、まあ、飽きないかもしれないけどそのちょっと違う味欲しくなるじゃないですか。とかあとなんか甘辛みたいな、甘いのにちょっと醤油にちょっと砂糖入ってるから甘いのと辛いの同時に来るみたいな、結構そういうのがその複雑さがちょっと人間って好きなのかなと思っていて、だからなんかまあこの多分今右のイラストだともう分かりやすく全部三角形でシャープで、左は全部、四角で構成されているけど、まあ左のね、あのこの目元がちょっと丸いことで、全体の四角に対して目の丸さでなんかこうちょっと優しいのかなみたいなのが引き立つみたいなこともあるの、その方法としてね、あるんですよね。で例えば右のキャラも今全部やっぱ三角形でやっちゃうとこうちょっとなんだろうな、こうワンポイント欲しくなるというか、味を変えたくなるというか、なんかその組み合わせがちょっとあるとないとで結構、ね、変わってくるんじゃないかなと自分でも書いててそういうのは感じますね。だからその形の種類をどう使うかですよね。種類配置、いつも忘れる、種類配置何でしたっけ、あれ、何で忘れした？大きさか、大きさ、ね、大きさとか種類、あの配置って結構まあ変えれるんですけど、はい、いいですね。この頑固おじさん、なんか頑固ですね。そう、頑固な人を表すとかね。でこれほら物語で言ったら左が最初さ嫌な感じで出てくるんだけど、実は右がなんかラスボスみたいなありますよね、はい、なんかまあそれはもう実は犯人だったみたいなやつですねそうそう、はい、いいですね。同じ形なのに違う風に見えますね。もう全然違うキャラも入れてくれますね、はい。そうだから形をこの左の仮面とかもやっぱなんか普通に考えたらこの仮面の形って出なかったと思うんですけど、それとこそういったところでこうなんだろうな、なんか適当な形から始めるとか結構その普段自分が描かなかった、形に出会えたりするので結構おすすめですね。今回こう単純に2つの形でやったんですけど、まあ、練習するときはもっといろんな形でまあ、ランダムにやっちゃっていいかなと思いますね、はい。これはまた福岡先生ですねよしよし、あ、どんどん上げてくれてますね。はい、皆さんもこれ見てるだけで参考になると思うんで、すごくいいなって思ったものにはね、いいねしてみたりとか交流してみてください、うんうん、はい、多分見ながら聞いてみたいこととかもいろいろ出てきてるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ Q&A で質問投げてください、うんうん、これこの左は、まあ、丸を意識して、右はちょっとこうトゲを意識してますよね。こういう時に、まあ、これで正解というか、これがまず最初の、ゴールステップで、これに慣れてきた時にあとは何で遊びをこう入れていくか追加していくかっていうのが結構ポイントになってくるのかなと思いますね。例えばこの右のキャラってちょっとね、やっぱ丸と三角って書いてますけど、はその形の種類が増えた途端一気になんかこう個性が際立つというか、うん、もちろんその全部四角、左のね全部四角おじさんでも全然いいんですけど、はい、それはねやっぱなんかやっててなんか足りないなとか
感じてくるところだと思うんですよね。絶対春ってずっと言ってたから話されてるおじさんだったかわいいですね。なんかみんな話されてるの。あ、動物だ、はい、あ、でもそうですね、まあちょっとこの形に全身を収めるってなるとまた結構難しかったかなと思うんですよね。全身描いてる。早いですね。あ、そうですね、髪型とか衣装でまあ変えるっていうのもねありますよね、うん、やっぱね、こうちょっと この方ちょっと斜めに描いてますけど、なんかちょっと斜めにするだけでなんか上手くなった感じでするんですよ。そのなんでですかね、あのね、立体的になると人は上手いというか、こう説得力みたいなのが出るんですか。はい、残り10分ぐらいのところで質問も来ているので、はい、ちょっと見てもらいながら伺っていっていいですかね。はい、はい、デフォルメにおいて線を的確な形で簡易化するコツやポイントなどありますかって来ております。もう一回見たいんですけど、どこに、あ、 QA ですか。 QA ですね、はい、あ、初の QA です。デフォルメにおいて線を的確な形で簡易化するコツ。え、待ってください、文章が理解。リフォームによって線を的確な形で、あ、多分イラストってそうですね、なんかどの線をピックアップすればいいのかとか、どのぐらい平坦化していいのかとかっていうことですかね。あ、それはだから線で描くときに形をどうか、簡易化簡略化するかっていうことなのかな。かなと思います。なんかさっきのドラゴンのやつとかも、はい、すごい、ドラゴンって多分もっと複雑にも描けると思うんですけど、先生サラサラって少ない線で、はいはい、ドラゴンって分かる形を捉えられてたので、ああいうののコツみたいなのかなっていうふうに思いました。なるほど、コツですか。だから、まあ、難しい話なんでスライドの中で言わなかったんですけど、なんか人って複雑な形を簡単にしようとする手があるんですよね。なんかそういう法則、プレグナンツの法則とかゲシュタルトの話になってくるんですけど、なるべく頭の中が多分パンクしないように、シンプルに捉えようとする癖があるから、それをまあ別に利用するっていうわけじゃないと思うんですけど、デフォルメするときにこだわってるのは、やっぱなるべくシンプルに、その複雑な形を結局一番簡単な形で表してみて、それでもちょっと足りなかったらつけていくみたいな感じですかね、はい、もう引き算しきれるところまで引き算していくみたいな感じですかね。そう、最初はそうですね、うん、それでもやっぱり引き算しすぎると足りなくなってくるんですよね。なんか物足りなさってやっぱ出てくる。極論だ、そのただの丸とかだとなんか情報少ないじゃないですか、個性が少ないというか、うん、そこからまあどう情報量を増やしていくかみたいな
ですかね、はい、ありがとうございます。私からも一つ質問いいですか。あ、はいはい、どうぞ。あの今回丸三角四角を詳しく説明いただいたと思うんですけど、はいはい、先生が普段丸三角四角以外によく使う形とかってあったりしますか。よく使う形、いやもうなんか角丸、角丸、四角と丸の中間みたいな感じですか。そうですね、角丸はよく使いますね。楕円とか、うんうんうん、はい、可愛いキャラ描こうとしたら結構楕円が使いやすいですね。あとはこれはもう意外と変形ツールめっちゃ使います。変形、あ、さっきの花みたいな、はい、さっきみたいにこの、まあ、うまい、本当多分うまい人って一発で描いてるんだろうと思うんですけど、僕は結構その変形めっちゃ使います。結構でもメイキング見てると、はいはい、皆さん変形してると思います、はい、位置変えたりとか、うんうんうん、なのでそうですよね、うん、そうなんかアメリカ先生のおっしゃってたその一発書きみたいなところで、はい、上手い人はみたいなところでいくとむしろ皆さんご安心くださいみたいなところだと思いますね、うんうんうん、きっと皆さん調整しながら自分の気持ちいいところやってるのかな。あ、すごいタイムラプスが出てきた素晴らしい。これちょっと考えてた時のやつですね、うん、だからまあ丸楕円とか三角とかそういうのをこう使いながら、これ今見えてますか、タイムラプス。見えてます見えてます、すごい、はい、めちゃくちゃ貴重。これどのくらいのこう時間をかけてさささっとやってる感じなんですか。覚えてないですどんぐらいだろう、まあ、こんな感じでその、まあ、これはね分かりやすく四角と丸と三角で書こうと思ってたんで、まあ、なんでじゃあ形から考えてるかっていうもう一つ大きな理由があって、その海外のキャラクターデザインのコンセプトアートをやるときにネタ切れしてくるんですよ、どうしてもいっぱい描いてると。で、最初はいいんですよ。最初はこういうのがこう、こういうのがこうみたいな感じで書いていくんだけど、なんかちょっと中盤ぐらいから、あと何かこうとかなってきて、似たりしちゃうんですよ。やっぱ好みとかあるし、同じ方向にどんどん走っていきそうになるのを強制的に変えるのが形で、先にだから形を数をいっぱい出さなきゃいけないとかになってきたときは、先に形をもういくつか箱を作っちゃって、その箱に合わせて、今箱って言ってるのは形ですね、形の箱ですね、形の箱と呼んでるんですけど形の箱、例えば額とか三角とかを組み合わせた形をの組み合わせの箱を作ってそこにはめていくみたいな感じでやると、それって形を、ま、違う視点で一回考えてからキャラクターのデザイン、要はディティールを考えてるから、全部ディティールから一緒に考えていくとどうしてもやっぱ似たり寄ったりやることもあるんですよね。パターン出すときはすごいいいですね。うんうん、手癖によっちゃうことを防げるというか、そう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 、うんうんうん、はい、なんか例えば100体考えてってなっても100体全然違う感じで書くと結構大変で、
う時使いますね、形。ありがとうございます。そうですね、やっぱ自分じゃ書かない感じとか、手癖を離れるっていう意味ではいい方法かなと思いますね。ハロー先生、あとは Q&A 何か来てらっしゃいますか？そうですね、あと1件来てるので、お時間的にもじゃあこちらで最後の Q&A とさせていただければと思います。先生が例えば美人なキャラを描かれるときはどんな形を意識しますか？美人なキャラあんま描いてくださいって仕事あんまないんですよね。美人か、美人。やっぱ、ちょっとわかんないですね。難しい。美人もでも捉え方人によって変わるから難しいですね。そうですね。すいません。美人はわかんないです。なんかこの質問された方が美人だと思う方をこう形に捉えてみて。メインキャラクターのデザインとかで使われてる形で見ていくと、やっぱこう顎は三角形が多かったり、目は丸、楕円が多かったりとかはしますよね、パーツの形で見たとき。確かにその美人キャラとされるものが求められてる場面とかにもよりそうなので、何が求められてるのかとかを分析するのは良さそうですね。そうですね。ありがとうございます。では Q&A としてはこちらで以上とさせていただきます。先生本当にありがとうございました。皆様もたくさんの感想とかご質問ありがとうございました。難しかったけど楽しかったですみたいな声とかもたくさん届いてますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、本日の総括として、本学の入学を検討されている方への応援メッセージなど何か一言いただけますでしょうか？はい、そうですね、今日、これから入られる、頑張っていこうという方と、興味をお持ちの方が集まっているということなんですけど、もう、なんか本当にこの時代に、こんなになんか学びやすいオンラインで、こんな豪華な先生たちの授業を一気に学べるっていうのは、本当に、僕がね、学生だったらいいなって、本当に思うぐらい、なんだろう、本当にすごい内容が、なんか、コメントが幼稚ですいません。なんか、そのぐらいですね。まあ、すごい、濃い内容になっていて、なんか、バランスとかも本当によく考えられているなと思って、僕はこのお話、ね、この授業、大学でこういうことをやるので、デフォルメも入れたいというお話伺ったときに、なんか、すごい嬉しかったですし、やっぱデフォルメって、多分、あんまり、本とか、ウェブでも、そのノウハウとか知識としてあんま出回ってないと思うんですよね。まだまだ。まあ、出回っていたとしても結構偏りがあるというか、それこそ、まあ、チビキャラというか、その、等身が低い可愛いキャラクターの描き方っていうのは多分結構あると思うんですけど、じゃあ、形がどうだとか、そういうこう、根本的なとことか、そういうのって、まあ、なかなか触れる機会ないと思うので、まあ、この本当に、京都芸術大学のこのイラストレーションコースの授業はですね、もうそれを受けるだけでもすごい価値があると、僕自身が、自信を持って言えるぐらい、頑張って作ったので、ぜひ楽しみに、勉強してみてくださいということで締めさせていただいていいですか？はい、アメリカ先生ありがたいお言葉、はい、ありがとうございました。
はい、ということで、はい、ではアメリカ先生のワークショップは以上とさせていただきます。アメリカ先生も皆さんも本当にありがとうございました。長時間お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲はれい、様です。ありがとうございました。はい、ということでですね、ここからは、イラストレーションコースの説明に移ってまいりますが、ちょっと長時間のワークショップで皆さんお疲れになってきてたりもするんじゃないかなと思いますので、ちょっと肩の力をもう抜いて、ゆっくりラジオ感覚でこうゆるりと聞いてもらえたら嬉しいです。はい、本日のコースの説明はこちらの流れでお話をしてまいります。まずはコースの特徴、その後に学び方の特徴、学びのサポート、そして最後に出願、入学についてのお話をいたします。はい、まずは本学の説明から入らせていただきます。イベント冒頭でも少しお話ししましたが、本学は日本最大の総合芸術大学であり、日本で初めての4年制の通信制芸術大学でもあります。またイラストレーションコースは通信制大学かつ完全オンライン学習で、プロ講師からイラストを学べるコースとして日本国内では唯一のコースとなっております。では本コースの特徴についてご紹介いたします。大きくはこちらの4つですね。1つ目は現役イラストレーターが講師であることです。キャラクターデザインや背景画、美術解剖学など幅広いジャンルで活躍する現役イラストレーターによる動画教材を通じて知識と技術を習得することができます。2つ目は大学ならではの専門的なカリキュラムで上達をサポートいたします。イラストコミュニケーションサービスピクシブを運営するピクシブ株式会社と連携したオリジナル動画教材を使用しておりまして、独自のカリキュラムで着実に上達を目指すことができるようになっております。3つ目は、完全オンラインで学士、大学卒業資格ですね、を取得できます。入学から卒業まで通学不要で、いつでもどこでもアクセス可能な完全オンライン型で学びながら卒業資格の取得を目指すことができるようになっております。最後にですね、年間学費は 34.8 万円です。通学形式の大学や専門学校と比べて学費を大幅に軽減し、学びやすさというのを実現いたしました。はい、これらの特徴についてそれぞれもう少し詳しくご説明させていただきます。まずは現役イラストレーター講師陣、カリキュラム、授業内容、オンライン学習についてをご紹介いたします。特徴の一つである学費に関しましては、最後の入学についてというところで詳しくご説明させていただきます。はい、ということで現役イラストレーターの講師陣のご紹介です。ドドンということで、現役イラストレーターの豪華な講師陣はこのようなメンツになっております。本当に幅広いジャンルで活躍する現役イラストレーターによる動画教材を通じて知識と技術をたくさん習得することができます。すべての先生を本当はしっかり詳しくご紹介したいところではあるんですけれども、今回はちょっと時間に限りがございますので、数名ピックアップしてご紹介させていただきます。はい、まずは米山舞先生、続いて吉田誠二先生、高山俊明先生、乃木坂串尾先生、アメリカ先生、佐竹俊介先生、その他幅広いジャンルで活躍されている先生方が、本当に豪華な先生方が揃っております。絵柄は様々ですが、それぞれ独自の作家性をお持ちの先生方ばかりとなっております。このような各業界の第一線で活躍されているプロクリエイターの方から、いろいろな手法、アニメ、背景、イラストなどなど様々な分野を学習することで、イラストの幅広い可能性への追求というのを目指しています。はい、またイラストレーションコースではですね、体系的で自由なイラスト学習をというのをビジョンに掲げておりまして、本当にイラストにまつわるあらゆるジャンルを学んで自由な表現ができるようになるというところを目指しております。はい、続いてカリキュラムと授業内容のお話ですね。まずカリキュラムと授業内容を説明する前に、大学での学びの特徴というのをお話しします。大学が行う重要な仕事の一つは、学習の手順というのを整理してパッケージ化するということだと考えています。イラストにおいてはですね、人体とか背景とか着彩とか、本当に学ぶ
べきことがいろいろあるんですけれども、大学のカリキュラムではそれらを成長シナリオに沿って学ぶ事柄を整理してパッケージ化がなされています。特に初心者は勉強の入り口でつまずいてしまうというパターンも多いので、学習の全体像を最初から確認できるようになっているということは本当に大きなアドバンテージがあるよ、あるかなと思います。はい、そうですね、卒業に必要な科目についてもお話しします。卒業するにはですね、コース独自の科目であるコース専門教育科目、芸術の基盤となる知識・見識を養うための科目、学部共通専門教育科目、そしてすべての学問領域の基礎を幅広く学ぶための総合教育科目、これらの科目の単位習得が必要となります。はい、今回の説明ではですね、コース専門教育科目、イラストレーションコースの専門科目を中心にお話しさせていただきます。学部共通科目、学部共通専門教育科目と総合教育科目につきましては別の動画でご紹介しておりますので、気になる方はそちらをご覧いただければと思います。はい、イラストレーションコースではね、ですね、先ほどお伝えした通り体系的にイラストを学べるというところを重視してこのような科目群をご用意しております。まずはステップ1として絵の基礎を学ぶような内容、そして実践的な作画を学ぶステップ2、自分の表現を見つけるステップ3、社会へ発信するステップ4という段階で構成されています。ステップ1の1年次にはですね、初めてデジタルでイラストを描き始めるよという方にも安心して学習を進めていただけるように、現在主流で使われているデジタルイラストツールクリップスタジオペイントの基本的な使い方から学ぶことができるようになっています。先ほどのペンタブレットの話とかもここで出てきますね。ペンツールの使い方からファイルの保存方法までデジタル作画の操作を理解することができるようになっています。はい、そしてステップ4の卒業時にはですね、イラストの仕事を獲得するためのポートフォリオや集大成としての卒業制作に取り組んでもらいます。こちらは昨年の卒業生の作品の一部ですが、きっちり学ぶことができれば卒業時には自分が表現したいものを制作できるようにまで成長することができます。はい、それでは担当講師と合わせて一部の科目もピックアップしてご紹介させていただきます。はい、まずはアニメイラスト業界で大活躍されている米山舞先生です。知っている、います、ファンですという方も多いかなと思います。アニメーターやイラストレーターとして数多くの作品の原画や作画監督も手掛けられていらっしゃいます。その米山舞先生担当のメインビジュアルの科目では、イラストレーションコースのメインビジュアルが出来上がるまでの制作工程を米山舞先生に解説いただいております。本学のキービジュアルである実際の作品を使って制作過程をもとに、ラフの構想から画面作りまで丁寧な動画教材を制作いただきました。そして続いてですね、本日先ほどイベントにもご登壇いただいた佐藤福郎先生です。 1年次2年次で学ぶクロッキーの授業を担当いただいています。先生にはですね、ジェスチャードローイングの講師として、先生はですね、ジェスチャードローイングの講師としてご活躍されておりまして、絵で伝えるためにをテーマにセミナーも開催されております。昨年10月には1枚の絵でストーリーを伝える方法という書籍を出版されております。はい、その佐藤福郎先生が担当される1年次のクロッキー1では、短時間で人物を捉え、そのイメージを描画する技術というのを身につけられるようになっています。そして2年次の科目クロッキー2では、ジェスチャードローイングへの理解をさらに深め、ビッグシェイプやシルエットでモチーフを捉えるための力を養うという授業を行っていただいております。そしてこちらもですね、本日のイベントにご登壇いただきましたアメリカ先生の授業です。3年次科目のデフォルメ表現を担当されています。先生はイラストレーターとして親しみやすい絵柄で数多くの版権作品に携わっておられまして、絵本、広告、ゲーム、グッズなど国内外を問わず幅広く活躍されていらっしゃいます。
はい、先生が担当されるデフォルメ表現という授業では、省略や誇張といったデフォルメの基礎を学び、分析的な視座を養うことが目的の授業となっております。左のスライドのように、一言でデフォルメと言っても、省略や誇張の程度で様々な表現につながってますよね。イラストの奥深さを再確認しながら、自分らしい表現を学ぶことができる内容となっています。はい、今回は一部ではありますが、授業をご紹介させていただきました。現在、本コースの授業を体験できるトライアル授業動画を YouTube にて一部公開しております。先ほどご紹介したアメリカ先生のデフォルメ表現の授業も見られますので、体験してみたい方はぜひぜひチェックしてみてください。こちらのトライアル授業動画や過去のイベントアーカイブ動画は YouTube の京都芸術大学通信教育課程のアカウントからご覧いただけます。今映っている二次元コードからも飛べますので、ぜひぜひ見てみてください。カリキュラムと授業の説明は以上となります。はい、続いてですね、オンライン学習についてお話をいたします。本コースは通信教育課程であり、完全オンラインで学習をしていきます。通学課程との違いや通信教育課程の特徴をお話ししたいと思います。はい、まず、通学課程との大きな違いは、実際にキャンパスに通って学習するか、自宅学習中心かというところです。ですので、物理的なキャンパスを使わないということもあって、学費が安いというのも一つの特徴になっております。ですが、学費が安いだけではございません。通信教育課程は学費が抑えられるというメリットの他にも特徴が3つございます。1つ目は、ここに記載されている通り、好きな時間に場所を選ばず学ぶことができるということです。例えば、自分の集中力が高まる時間帯や隙間時間を活用した学習というのが可能になっています。そしてですね、動画を視聴して学習を行いますので、繰り返しての学習というのも可能になっています。そして2つ目の特徴は、コミュニティです。研究室スタッフや学生同士とコミュニケーションができる AIU コミュニティという専用のコミュニティがございまして、オンライン上で他の学生と交流ができるようになっております。そして最後にもう一つ、通信教育課程の特徴は、それぞれのライフスタイルに合った学習計画を立てることができるというところです。また、課題提出や試験の受験機会は年度内に複数回あり、一度不合格になっても再チャレンジできる仕組みになっております。通信課程にはそもそも留年という考え方もないので、各自のペースでゆっくりと丁寧に学ぶことを希望されている方もいらっしゃいます。自分のペースで卒業を目指せるのも通信課程ならではの特徴かなと思います。とは言ってもですね、現在主婦の方ですとか、お仕事をされている方は、学習時間をどんな風に取ればいいんだろうかというイメージがつきにくいかなと思いますので、実際にどのように学習時間を取り入れているのかというのを、卒業生に実際に伺ってみた例をご紹介いたします。こちらの方ですね、平均推奨学習時間は1日90分から120分程度となっているんですが、主婦の T さんは、お子さんの起きるまでの時間や昼寝、お子さんが昼寝している時間を活用しながら、育児の隙間を見つけて学習をされていたということです。実は私自身も通信制大学の経験者卒業生なんです。京都芸術大学ではない学校さんではあったんですけれども、会社員時代に産育休とも一部重なるタイミングで2年次編入をして、主にマネジメントっていうところについて学ばせていただきました。で、やっぱりこう仕事と育児と掛け持ちしながら自分のペースでっていうのがすごく大事というか、そうするしかなかったので、その自分のペースで学べるっていうのが本当に非常に助かりました。なので、京都芸術大学の通信教育部のこの自分のペースで学べるよっていうところも、本当に素晴らしい大事なポイントかなというふうに感じております。はい、そしてこちらですね、フルタイムの会社員である N さんは、通勤しながら勉強するなど、移動時間や隙間時間を活用していらっしゃるということでした。そして休日にはまとめて学習時間を確保されていますね。はい、こちらの休日のスケジュール例は、学習時間を取った日の場合の
例となっておりますので、もちろん休暇も大事ですので、今日は1日もう勉強とかもしないでしっかり休む日にするぞみたいなメリハリをつけて取り組むっていうことももちろん大切かなと思います。日々の学習時間をこまめに確保するっていうのが大事なことかなっていうふうなのがこれからも分かってくるかなと思います。はい、ということでこのように自分に合ったタイミングで学習時間を組み込めるっていうのもオンライン学習のやっぱりいいところなのかなというふうに感じております。はい、では次にですね、本学での学び方の特徴についてお話しいたします。はい、本学での学習は学習用のウェブサイト AIU というページを活用して行っていきます。具体的にはですね、履修計画、カリキュラムの確認ができるシラバス、動画教材の視聴、課題の提出、スケジュール管理などが AIU 上で完結することができるようになっております。こちらのウェブサイト AIU 一つに入学から卒業までのすべての情報が一貫してまとめられているため、さまざまなシステムを横断して使用するといったことはありません。はい、では、続いて具体的な学び方をご紹介いたします。本コースのコース専門教育科目には大きくこちらの2種類があります。1つ目は WS と呼ばれるウェブスクーリング科目ですね。そしてもう1つが TW と呼ばれるテキスト作品科目というものになっています。はい、ウェブスクーリング科目は短時間の動画教材で学習をした後、課題を提出、そして全体公表の動画を視聴します。続いてテキスト作品科目は動画や補助教材をもとに学習を進めていきます。提出した作品課題はですね、教員による細やかな添削を受けることができるようになっています。また本日のワークショップでも一連の流れを体験いただけたかなと思うんですが、本コースでは学びのサイクルというのを活かした学習方法を取り入れております。こちら繰り返しにはなってしまうんですけれども、大切な部分ですので、改めて説明させていただきます。まずはプロのクリエイターの動画教材でインプット、つまりは情報や知識を取り込みます。その上でその知識を生かして課題制作を行っていただきます。この課題制作がアウトプットにあたる部分ですね。さらに個別添削や全体公表でフィードバックが行われます。このフィードバックで学んだことを活かしながら、次にまた戻ってインプット、アウトプットとサイクルを繰り返し回していくことが本コースの学び方の特徴となっております。特に先ほどもお伝えしましたが、イラスト上達において重要なのがフィードバックにあたる添削・公表の部分になっています。本校では細やかで丁寧な添削指導をすることで上達をサポートしております。今回はですね、そのフィードバックのうちの一つである添削についてご説明させていただきます。そして添削イメージの例もいくつかご紹介させていただきますね。はい、まずですね、添削を受ける際にはなんですが、課題作品と合わせてて提出していただくコメントシートというものが科目によってはございます。課題作品で自分が表現したかったものや制作時に気づいたこと、意識したことなどをテキストで記載し提出することができるようになっています。はい、ということで添削イメージの例をいくつかお見せできればと思います。こちら一つ目の添削例ですね。添削はですね、講師がそれぞれの課題作品と先ほどご紹介したコメントシートを一緒に確認しながらフィードバックを行いますので、初心者から上級者まで一人一人の技術力に合わせたフィードバックが受けられるようになっています。このような丁寧なフィードバックを受け続けるということが本当に大きな成長にどん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 つながっていく要素になっていきます。はい、そしてこちら続いての例ですね、話題にも出ていたビジュアルストーリーテリングの添削例です。ストーリーを伝えるための表現方法を習得する科目がビジュアルストーリーテリングなんですが、こちらもそうですね、こんな感じで赤入れ青入れという感じで、こここうするともっと良くなりますよ、ここいいですねみたいなフィードバックがされているのが伺えるかなと思います。はい、このようなフィードバックを受け続けることによって、第三者目線での修正だけではなくて自分の強みというのにも気づくことができます。弱みを克服する前に強みっていう部分を伸ばすことで全体的にスキルが上がるので、結果的に弱み
の部分の克服もしやすくなるかなというふうに思います。またすでにある程度知識や技術がある方であっても大きな学びや成長につなげることができるんじゃないかなと思っています。はい、では続いてですね、どんなふうに成長したんだっていうのも気になるところかなと思いますので、少し学生作品を紹介してまいります。はい、まずこちらの方の作品ですね、同じ題材で完成度が違うっていうのは一目瞭然かなと思うんですけれども、このアフターの方で言うと細かく見るとこうプリーツスカートの折り目に裏地が入っていたりとか、あの服の裾の部分が動きに合わせて膨らみが表現できたりできていたりとか、動きが感じられるイラストになっているなというふうに思います。あの重心をあえて傾けることでもまたこう動きを演出できているなというふうに思いますね。はい、続いての作品こちらですね。こちらの方もものすごくお上手になりましたね。はい、影がすごいいい意味で際立つ目立つ作品ですが、影の中でもシェードとシャドウの違いっていうのをしっかり理解できてるなっていうのが感じ取れますね。影の中の影の微妙な変化ニュアンスも表現できていることで、繊細な光や全体の雰囲気まで演出できているなというふうに思います。人物描かれるのはもともとお上手でしたが、あの表情や着物の柄やシワなどの表現力もググッと上がってるので、伴ってイラスト全体の魅力もやっぱりググッと増して見えるかなと思います。はい、ということで今回ご紹介したような絵の変化上達っていうのは才能ではなくて学習による知識と努力がもたらした成果だというふうに考えています。はい、では続いてですね、学びのサポートについてご説明いたします。はい、先ほどオンライン学習についていつでもどこでも自由に学べるのが特徴だよというふうにお話ししましたが、皆さんの中にはでも一人で続けられるのかなとか、通信制大学は初めてだから不安だなと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな不安を解消すべく本コースではサポート体制を充実させてまいりました。今日はですね、具体的な取り組みをいくつか紹介させていただいて、皆さんの不安を少しでも解消できたらなと考えております。本コースが提供している4つのサポートについてご紹介させていただきます。入学後皆さんにご利用いただけるサポートとしては、ガイダンス、コンシェルジュ、エアユーコミュニティ、オフィスアワーがございます。それぞれについてご説明いたしますね。まず一つ目のガイダンスは、履修計画の立て方や履修方法などについて説明する場となっております。2023年度の場合はですね、年に2回春と秋に開催いたしました。入学式後に実施される春の新入生ガイダンスはオンラインだけではなくオフラインでも実施されています。それぞれ別日程で行われますので、ご自身に合った方法で説明を受けることができます。オフライン開催の場合は京都の雨竜山キャンパスと東京の外苑キャンパスが会場となります。春のガイダンスに関してはですね、2024年度分も日程がすでに決まっておりまして、4月7日日曜日は京都雨竜山キャンパスで入学式と同日に実施される予定です。また4月14日日曜日は東京の外苑キャンパスで実施予定です。加えて5月11日土曜日にオンラインでも実施予定となっております。こちらはですね、募集要項の44ページにも載っておりますので、気になる方はそちらもご確認ください。またですね、年2回やったって言った秋の方ですが、秋の方は履修促進ガイダンスとして、改めて履修とは、単位とはといった基礎的な部分から、卒業するために必要な単位数ってどのぐらいだったっけとか、どんな科目を受けたらいいんだっけといったことなどを説明しております。実際に参加された方からは、不安を抱えているのが自分一人だけじゃないって知ることができて安心できたですとか、1年の後半も改めて頑張ろうという気持ちになれたといったお声をいただけております。はい、続いてですね、コンシェルジュですね。コンシェルジュは分からないことをいつでも質問できるサポートとなっております。実際に学習を進めていくうちにふとした疑問や悩みが出てくると思います。そんな時にこのコンシェルジュを利用して気軽に質問していただくことができます。何度でも質問できますので、コンシェルジュを通して気軽に
何度もご相談いただければと思います。はい、続いてエアユーコミュニティですね。こちらは学生、教員、卒業生をつなぐ本学独自の SNS となっております。こちらは掲示板形式なので、いつでも好きな時に書き込みが可能です。掲示板の話題は様々なんですが、例えばポージングは何を参考にしていますか？背景って悩みませんか？クロッキーの練習方法を教えてといったイラスト学習に関するトピックが特に人気で、活発にチャット的な交流が行われています。私もつい昨日おすすめの本っていうのを投稿させていただいたりしました。はい、そして最後にですね、オフィスアワーというものについてご紹介いたします。AIU コミュニティがチャットのようなテキストでの交流だったのに対して、オフィスアワーはウェブ会議ツール、例えばこのような Zoom とかですね、を利用したリアルタイムの学生交流の場となっております。オフィスアワーの一番の目的は皆さんの単位習得をサポートすることと考えています。そのためですね、単なる質疑応答の時間だけではなく、モチベーションを高めたり科目の理解も深めたりする場として、さまざまな企画を行っております。オフィスアワーにはですね、大きく分けて4つの企画があったりします。1つ目は何でもお悩み相談会といって、イラストのことはもちろん進路のことなども含め、どんなことでもお悩み相談できる場となっています。2つ目はですね、科目に関する相談会と実践的なワークショップを組み合わせたような内容の企画ですね。このオフィスアワーではデジタルツールの使い方を復習したり、仕事を得るためにはというところで大切なことを学べる会となっています。デジタルツールの使い方に不安を感じている方に対しては、授業だけではなくてこういったオフィスアワーを通じてもサポートを行っております。はい、3つ目はですね、コースの専任教員に個別で相談できる個別相談会というのもございます。はい、そして最後にですね、学生同士でつながれる学生交流会というものもございます。やる気が出ないときどうしてますかとか、学習計画管理どうやってやってますかとか、仕事と両立どうやってますかといったトピックスに対して、少人数のグループに分かれて学生同士で話し合う場を設けたりしております。はい、こうしたいろいろな企画で実施したオフィスアワーは、学生の皆さんからも満足いただけているようで、学生アンケートでも一番好きなコンテンツは何ですかって聞いたときに、オフィスアワーだよというふうに選んでいただけたりしています。オフィスアワーで実際に開催した企画内容が気になる方は、本コースの X でもログなど辿っていただくとご確認いただけるかなと思いますので、よろしければチェックしてみてください。はい、ということで、以上が本コースが提供する学びのサポートについてのご説明でした。はい、今回これで少しでも皆さんの中にある不安が解消されて、安心して学習に取り組んでいっていただけるようになったら嬉しいなと思います。はい、ということで、長い時間本当にありがとうございました。ありがとうございオンラインまし入学た。説明会は以上となります。お疲れ様でしお疲た。れ様最で後しにですた。ね、私と大塚先生から一言ずつ言っていければなと思いますので、まずはじゃあ大塚先生からお願いいたします。皆さん、本当に長い間お疲れ様でした。そして、なんか参加してね、楽しかったっていうところが持ち帰ってもらえたらすごく嬉しいなと思ってます。で、先ほどフリーランスのね、イラストレーターとして、活躍していきたい、活動していきたいっていうお話があったときにお答えをさせていただいたんですけれども、私自身も、芸術大学を卒業して8年かかりました。優勝の依頼を受けるまで8年実はかかっています。で、それまでは、広告のお仕事とかを、地道にやらせていただいて、その結果、広告がわかるイラスト、レーターみたいな漫画家っていうところで、ご依頼をいただけるようになったりするので、社会に出てからね、こういうふうに、フリーランスというか、その優勝で依頼を受けるっていうことができたりもするので、すべてなんか、やめなければつながってくるものなのかなっていうふうには思ったりします。自転車の乗り方みたいなのと一緒で、一回覚えればある程度書けるようになったりとか、ベースのところっていうのは、一生ものと言ってしまうと、なんかどこまでが一生ものっていうふうに言えるか分かんないと思うんですけど、僕の中では一生もの、やっぱり美術の大学とか芸術を学んで一生ものだなっていうふうには思っておりますので、そういった体験、経験をして、最終的にお金を得るもよし、例えばお子さんとのコミュニケーションで、一緒に絵を描いて楽しむもよしっていうところで、いろんな楽しみ方がイラストっていう、器の中にはあると思うので、いろんな楽しみ方の中で、こういった大学で学ぶっていうところを選択いただける場合は、ぜひぜひ一緒に学んでいって、なんでしょう、生活を豊かにしていきたいなというふうに思っております。
今日はご参加いただきましてありがとうございます。では春尾先生からよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様改めまして長いお時間ありがとうございました。そうですね、先ほどの佐藤福郎先生の話とか今の大塚先生の話にもあったと思うんですけど、自転車じゃないんですけど、まあ、こう繰り返して繰り返して上手くなるものだと思ってるので、ぜひこう学べる環境っていうのに身を置いてみんなで一緒に学んでいきましょう、上手くなっていきましょう。で、あとはですね、上手くなればいいっていうことでもないかなっていうふうには私は思ってて、やっぱりその楽しめるっていうことがすごい大事かなっていうふうに本当に思ってます。今日もアメリカ先生も佐藤福郎先生もお二人自身がなんかすごい楽しまれてワークをされてる、書かれてるっていうのが私はすごい嬉しくてですね、ぜひ皆さんにもそういう体験をしていただきたいし、今日してもらえてたら嬉しいなというふうに思っております。多分こうイラストをやっていくとですね、まあ、仕事をどうするとかも含めてなんですけど、楽しいだけじゃない場面も正直あるだろうとは思うんですね。でもなんかそうなった時にも、なんで自分でイラストをやりたいと思ったんだっけ、学びたいと思ったんだっけっていう最初の自分がやってみたいなと思った初心の気持ちを忘れないでいてほしいなというふうに思っております。そういったところにもぜひ寄り添っていければなと思いますので、はい、ぜひ一緒に学んでいきましょう。私も一緒に学んでいきたいです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで本日のイベントは以上とさせていただきます。今後もまたイベントとか実際に学校の授業を通してとかでお会いできたら嬉しいです。本日は本当に長い時間お疲れ様でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回どこかでお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。